こういうバスケットもありだよねっていうのを提示していくことで、私たちもやってみようって思ってくれる女の子たちが増えたらいいなって思うし、その子たちの人生がそれで豊かになったらいいなって、そういう選択肢を作っていくことと、私はこういうふうに過ごすのが幸せなんだっていうのを自分もちゃんと選んでいきたい。桂葵です。バスケットボール選手です。競技をしながらコッテスバスケットボールクラブのみんなとバスケットボールを楽しんでいます。バスケットボールをライフスタイルとして楽しむ女の子たちのコミュニティ、競技としてのバスケットではなくて、生活の中にあるバスケットを楽しんでいるようなコミュニティでして、純粋にそのバスケットを楽しむっていうこともそうなんですけど、その時のバスケをする時のファッションとか、あとは集まった女の子たちでの会話とか、バスケットをツールにした、手段にしたコミュニケーションをすごく楽しんでいる。モデルさんもいれば、美容師さんもいれば、あの外資系の企業で働くバリバリのサラリーマンもいれば、本当にいろんな子たちがいるんですけど、みんなそれぞれの道ですごくこう豊かに生きるにはみたいな、なんかそういうのをすごくこう考えて毎日を過ごしている子たち、刺激もたくさんもらうし、でもすごくこうリラックスして日常の中の非日常みたいなものを楽しめる、社会の中で女性としてカテゴライズされて生きているみんなだからこそ、こう共感し合えることとか、シェアできる悩みとか、そういうものを共有できることが多分こうして集まっていることのメリットなのかな。私たちゴッテスバスケットボールクラブって、そのファッションの着こなしみたいな部分もすごくこう楽しんでいて、裾結んでお腹出してみたりとか、そういうのすごくみんななんかいろいろ考えながらファッション楽しんでいるので、ちょっと私もなんかこう普段っぽい中にこの T シャツ取り入れたりとかして、なんかそういう楽しみ方ができると面白いかなって思いました。このジャージは環境に配慮された素材が使われてるっていうことで、例えばこの施設とかもよく使わせていただくんですが、ペットボトルが持ち込み禁止だったりとか、そのマイボトルの使用が推奨されていることとか、お手洗いもジェンダーフリーのお手洗いだったりとか、社会課題にすごくこうアンテナを張った取り組みがされていて、同じジャージ一つとっても裏側にあるストーリーとかでこう物を選んでいくことがかっこいいみたいな、そういう世の中になってきていると思うので、そういう取り組みを知ろうとすることがすごく大切だなっていうふうに思います。 3x3 は5人制の、いわゆる皆さんがこれまでよく知っているバスケットボールとは違って、半分のコートでリングは1つでゲームを行うんですけど、攻守の切り替えが本当に早くて10分1本で終わるんですね。かつ21点先に取った方が勝ち、ノックアウト勝利。観客視点でいうとたくさんこうシュートのシーンがあるので、すごくこう面白い。スローインとかが基本的にないんですよね。なのでボールが止まることがあんまりなくって、シュートが入ってもそのまま攻守が変わってみんな動き続ける。すごくこう目まぐるしくて、10分間の中でそれがこうずっと続くので、なんかこう選手もプレーする側もそうですし、見る側もうなんか呼吸するタイミングを忘れるみたいな、息する間もなく試合が終わってるみたいなことが結構あります。5人制はその外のシュートの価値が1.5 倍なんですよ。2点と3点なので。でも 3x3 は1点と2点なので2倍なんですよね。でなので外のシュートがすごくこうインパクトが大きい、試合に与える影響が大きくて、そこが決まってくるとその実力以上にっていうとちょっと語弊があるかもしれないんですけど、下克上が起きやすい。5人制よりもそこがすごくこうエキサイティングだなって思います。実際にやってみて思った以上に、もう選手自身がすごい切り替えを早くやってるんだなっていうのには、やってみてびっくりしました。
正直男子の試合しか私見てこなかったんですけど、女子の試合をある時初めて見て、その時女子の迫力がものすごくて、初めて女子の試合をすごいこう楽しく感じて、スピード感とか本当になんか格闘技なんじゃないかみたいなぐらい激しいスポーツ、スピード感と激しさ、なんか結構ドキドキするぐらい激しくて、なんかみんなのうまさが際立つというか、ズンズン系の音楽が鳴ってるのがすごい楽しいです、みんなが少しでもこう人生を豊かにするために、いろいろなバスケットの形を自分で選ぶことができたらいいなっていうふうに思っています。5人制のトップレベルで日本一を目指して活動するのもそうですし、ただ楽しくバスケやりたいっていうのもそうですし、それぞれが私はこういうふうにバスケットに取り組むのが幸せっていうのを探して選んでいく、私ができることはこういうバスケットもありだよねっていうのを提示していくことで、私たちもやってみようって思ってくれる女の子たちが増えたらいいなって思うし、その子たちの人生がそれで豊かになったらいいなって、そういう選択肢を作っていくことと、私はこういうふうに過ごすのが幸せなんだっていうのをちゃんと自分も選んでいきたいなっていうふうに思っています。